アニメ化。レッドゼータ。型式番号 MSZ006P2/3C。 正式名称はゼータガンダム3号機 P2 型。ゼータガンダム3号機 C 型に特殊なサイコミュシステムを搭載し改良を施したニュータイプ専用機。ブリプス戦役における30番地事件を皮切りに形成された反地球連邦勢力ネットワークであるカラバの所属機である。機体の開発は基本はいわくつきの機体製造でおなじみのアナハイムエレクトロニクスだが、サイコミュシステムの開発自体はテターンズを裏切り、カラバと合流したチャクラ研究所が担当しているようである。ちなみにベース機であるゼータガンダム3号機 C 型自体には謎が多く、設定としてはレッドゼータの元になったという話があるのみで、それ以上の言及はされていないようである。本機はもともとはジョニーと呼ばれる人物のために作られた機体で、機体色が赤いのは彼の意向だったらしい。もっとも実際の色は彼のイメージとは違ったらしいが、しかしジョニーはこの機体に搭乗する際に投薬処置による調整がうまくいかず後遺症を負うことになってしまったらしく、急遽代替要員としてニュータイプ能力を持つユーリア・ジッサがレッドスネークというコードネームでパイロットに選出された。本機の特徴としては戦術の機体色に加え、フライングアーマーの形状が変更され、外部の情報を取り入れるために機体各部にフィンが追加されている。武装に関してはゼータガンダムと同じものである 60mm バルカン砲、ビームサーベル、二連装グレネードランチャー、シールドのほか、本機独自のもので速射性を重視した小型銃であるビームピストルがある。そして特筆すべきは、前述の特殊サイコミュシステムである、サイコミュートライザーの存在で、これは数あるサイコミュシステムの中で非常に珍しいシステムであり、パイロットの思考と動作がダイレクトに機体に反映されるものになっている。そのためコクピットの形状は従来のものとは異なるものになっており、操縦桿も存在せず、パイロットは基本は立ったままで機体の制御を行う。有利の動きに見事なまでにリンクしている描写は、宇宙世紀のガンダムにおいてはかなり新鮮なシーンかもしれない。脳波だけで機体を操縦する機体といえば、映画、ガンダム F91 のネオサイコミを持つラフレシアや、小説、ガイアギアで登場する主役機がそれに当たるが、パイロットの動作も読み込むシステムとしては、G ガンダムのモビルトレースシステムに近いものであると思われる。ちなみにウェーブライダー時はさすがにこのままでの制御は厳しいのか、コクピットを操縦レバー付きのリニアシートに変形させ制御を行うようである。以上がレッドゼータの性能と武装等になるが、劇中では、テターンズの試作巨大可変モビルアーマーであるラミエ・ゲミヌスを迎撃するために出撃するが、サイコミュートライザーの能力を乗っ取られ機体制御を奪われてしまう。しかしアムロ・ホワイトユニコーンの呼びかけでユーリが覚醒、後にサイコフィールドと呼ばれる現象を引き起こし、ビームを弾くどころかゲミヌスの武器であるサイコミュハンドの制御を奪い撃破に成功したのであった。しかし、その際にレッドゼータは地上に落下しており、原型は保っているようだが、その後の機体の行方は不明であるようだ。余談だが、本来のパイロットであったジョニーは、後にフリーランスの傭兵、ライトニングとして復帰し、宇宙世紀 0097 に別の任務でゼータガンダムに登場したようだ。今回の解説はこれで終了となります。ご意見、感想等、コメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、次回にまたお会いしましょう。